今日は肩幅をしっかり出すための、5分間のワークアウトを紹介していきます。まあ、いつもだいたい20秒から30秒の間でやってますが、今回はタイムアンダーテンションも考えて、1種目が45秒、そして15秒レストでやっていきます。だから5種目ですね。ぜひ見ながら一緒にやってみてください。早速始めていきます。
はい、いかがだったでしょうか。まあ、肩がもう上がらなくなってる人も結構多いと思いますけど、まあ、これでも余裕がある人はもうちょっと重量を増やして、さらに1回1回しっかり効かしながらやってみてください。また普段ボディービルタイプのワークアウトしかしてない人にとってもかなりいい刺激が入ると思うので、ぜひ挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。